皆さん、こんにちは、こんばんは。今日はですね、ようやくですね、今バッテリーをもう取り外してある状態なんですけども、ホンダのスーパーカブ C125 ですね、バッテリーが上がってしまいましたので、前回バッテリー外しまして、で買っておきました。デイトナっていうメーカーのものなんですけども、こちらのバッテリーをですね、スーパーカブの方に取り付けてみたいと思います。で、前回ですね、こちら、このパーツ見えますかね。このパーツ、これがね、実はこのバッテリーの取り付けるプラグのこの内側にね、これが内側にこう入っていたんですね。ちょっとうまくいかなかった。こういう状態ですね。こういう、見えますかね、こういう状態で入ってまして、こういう形ですね。で、これで、ネジが固定できるという、どうもそういう状態になっていたみたいです。それではですね、早速こちら取り付けやってみたいと思います。ちょっとこれで映るかどうかが何ともわからないんですが、とにかくやってみましょう。やってみないことには始まらないですからね。まずこのバッテリーを、ここにもその受けを、よかった、受けを入れた状態ですね。落ちない、まずいな、これ落ちたらまずいから、やっぱり出しときますか。一回取り出しました。これ危ないですからね。で、入れます。下から入れて、これほんとただ入れるだけなんですね。でね、あとこれです。これをね、かぶせるだけなんですけども、かぶせるだけなんですが、どうやってついてたんだっけな。これがね、なんかこっから通ってたような気がするんですよ。この穴からですね、こういう風に通っていた記憶がありまして、これはそのまんまだもんな。で、あれ、そういえばなんかここになんかついてたよな。これはこっちだけど、ですね、これですね。このパーツがね、取れてっていうか、もともとここについてたんですね。危ない。ついていたんですけども、これがどうも取れてしまったようですけど、これ何に使うんだろうな。何に使うんでしょうかね。まあいいや、とりあえずここについてたものということですね。ですね、今もう取り付けました。ここについてますけども、これでわかりますかね。ちょっと反射しちゃってますかね。こういう感じにね、ここについていたみたいです。ということで、もう取り付けました。ただね、今度ね、新たなる問題が発生しまして、先ほど付けていなかった、落としたらまずいからってことで付けていなかったこちらの受けの金具なんですけども、今ね、入れようと思ったら入れられないんですよ。もうこの状態ですと。なので、これはやっぱりね、バッテリー入れる前に、この中に収納する前に入れておかないといけないもの
ということですね。で、あまり振動を与えないように入れて、よし、ありました。で、この状態でもう一回また面倒くさい取り付けをしないといけません。で、問題なのがこの下のこれで、ということで入りましたけども、この赤と黒のパーツがですね、どうついていたかというと、そういうことか、わかりますかね。左側が赤、右側が青で、この細い方が下に来てますよね。なのでそれと同じようにですね、つけたいと思います。こうか、こうですね、こういう状態ですね。あの爪みたいのが奥にあるんですけど、それを後ろに持ってくるんですね。で、これはこの三角になってる方ですね、これが、右側ですかに来る形で取り付けると。そうですね、この状態。お、違うな、これこうじゃないな。横の爪が来てるからこうだ、こうですね。この三角になってるこの部分を奥に持っていくんですね。こうですね、これで、これで OK ですね。で、これでつきましたので、今ですね、ちょっと分かりにくいんですけども、このマイナスの、見えますかね、ちょっと隠れちゃってますけど、このぐらいにビスがありまして、固定しまして、でこっちもね、問題なく、これで見えますかね、ビスがあると思うんですけども、ビスで電極を固定しました。で、最後にこのプラスチックのケースを、これですね、これをここと奥に、見えないかな、これじゃな、見えないですね、よいしょ、よいしょ、それぞれこれがありますので、これか、六角レンチ2個ですね、六角のこの穴の方のネジですけども、これで固定したいと思います。はい、今ですね、ここですね、ここと、見えますかね、ちょっともう見えないかもしれない、あ、映ってますね、この先端ですね、この先端見てくださいね、先端の方が見えないか、ナットの方が穴が見えると思うんですけど、シルバーですからね、ここで固定しました。で、今バッテリーがこれで完全につきましたので、問題はこれ、お、ん、下部の鍵を持ってくるのを忘れましたので、ちょっと取り行っていきたいと思います。はい、ちょっとアングルを変えてみました。でね、鍵をこういうことで持ってきましたので、まず鍵が反応するかどうかですね。あれ、反応しましたね。青く光りましたね。お、ロックが、ロックが外れないな。
ことだ？うん。うん、なるほどね。回った。よし。よし。あったあったあった。うお。動きました動きました。動いております。ああ、バッテリー交換した後電気が回るまでちょっと時間かかるのかもしれないですね。いや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 。よかったよかった。これでバッチリです。まあ、とりあえずエンジンがかかりましたので、これはこれで良しとしますね。で、これでロックが切れましたので、今ここついてますけども、あれ？これ誰だっけな？あ、これいいんですね。で、今、このリモコンのこの鍵のマークを長押ししたことによってピーってなって切れました。で、これで完全に切れたという状態ですね。はい。いかがでしたでしょうかね。一応これで、バッテリーの交換は完了しまして、エンジンがかかるようになりました。で、次にね、やりたいなと思ってるのが、あれ？これでございます。見えますかね、これ。ここにメーカー名書いてありますけど、キタコという、ちょっとイントネーションこれで合ってるかどうかわかんないですけど、キタコっていうメーカーの、これ。USB 電源キットっていうものですね。まあ、この電源のところから取って、ちょっとこれを、レックシールドをね、外さないといけないんですけども、外すことによって USB のね、電源を、確保できるようになるっていう、そういう代物らしいんですね。でね、これの取り付けも、次回やってみたいと思います。まあ、次回というかね、このままちょっと作業に入りたいと思うんですけども、動画は一旦ね、今回は、バッテリー取り付け完了しました。エンジンかかりましたという動画ということでですね、終了したいと思います。